はい、2021年9月1日日付が変わって本日は9月2日でございますということで、デッキが右のような感じで来まして、なんで言わないの、あの南アフリカだったね、南アフリカだったね、全然乗れてないね、まあ、とりあえず行きましょうということで、あのデッキが右のような感じで、とりあえず今はこれで、まあ、いろいろ遊びたいんですけど時間がないんで、今12時でなんで30分ずつ、こっちの方30分、向こうの方のアカウント30分ずつ、まあ、軽く軽くやっていきましょうということで、現在こんな感じでございまして、試合数少ないね、うん、なんかいろいろね遊びたいんでね、いろいろ考えとったらね時間がね、両方同じような試合数なんですよ。まあとりあえずこれちょっと一戦やって適当におしゃべりしましょうということで、まさか初日の日でさこんな、なんて言うんだろう強いって言った方がいいか、これ出してくると怖かったもんね、いや怖かったでしょこんなもん、いやこんなもんって言っちゃうあれだけど、いやどっちみちなんか大したことないさ雑魚キャラみたいなやつが出てきてさ、使うか使わんか微妙なやつで、なんかいつもの日の低コストになるんかなって、全然そんなことなかったもんね。やってみたけどあいつ使いにくいね、メテオっていうの、あの確定取れんもんね、取れんのですよ。お、全員あれだな、全員吸われるな、まいったねこりゃ、ダメか、ダメだな、ダメだな、ダメだな、どっちにしろダメだな。あそこしか行けんぼで、ミカンしか行けんぼで、こっち参ったわな。まあ、水を使うなって言われたらそれまでですけど、で、これなり、このメテオが火で強いっすが、で、今回で言うと、あいつ、あの、あれあれ、誰だった、あいつは言いますが、あ、エトナさん。エトナホぶっ放してきたな、ぶっ放してくるな。あの名前出てこん、あのビグベン、ビグベン、ビグベン、あれがそんなに出てこんもんで、あだったらコスト50はちょっと重いけどね、耐えるじゃないけどさ、ちょっと間延びさせるやつは少なくしかいないかなということで、でやってみたんですよね。まあそしたら別に悪くないかなって、どっちにしろもここあれだもんね、引いて結局あの覚醒二人使ってきたさ、なんとか、あもう一発打ってくるな、なるかなって勝手に思ったんですけどね、うん、エトナさんあれ打ってたらもう次コストどうなっとんだ、あれ50使ってるよねって言いながら、私向こうあれなんですよ、何だった名前、またお前あれだな、何にも思い出せんな、タコンナ、タコンナ使ったんですよ、タコンナとズース遊びしたかったんですよ今日、でこっちズース、向こうタコンナ、向こうのタコンナはトツが間に合ったんですよ、ズースもトツが間に合ったんですよ。逆にこっち両方間に合ってないんですよ。なんでまあ使い分けてどんな感じになるかということで、ちょっと待ってよ。だいたいみんなあれだな、入れるよな、回復入れるよな。これ意外に嫌いなんですよ。ヘッドライト、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 ヘッドラインじゃないね。ヘッドライト、ヘッドライト。ヘッドライトって言ってヘッドランプで書いてあるもんでさ、で、最初のとこ前頭って書いてますが、あれ前頭ヘッドライト、まあまあそんなこと、まあ、もう本当に頭の中でね、ヘッドライト、ヘッドライト、ヘッドランプ、ヘッドランプ、なんかぐるぐるぐる回ってきたね。地味にあそこにあれだね、あいつあの水吸いうまーくなんかあれだね、仕事するとこ入れたよね。そうでもここほんと、あ、もうあれだね、もう覚醒対決だね、ここ完全に。で、どんな風になったの、なんで黙ったの、なんで黙ったの、覚醒覚醒ってことじゃない、いやでもこれで本当にね火力的になんて言うんだろう、抜けるっていうの、まあ、もちろん自分の力じゃなくてね皆さんの力がないとあかんけど、もうかける2って結構でかいよね、実はでかいよね、ここら辺だから言うと、でここ蘇生、そうね、パプッチでね、パプッチなんだよね、めんどくさいのはね、うん、うん、まあどっちにしろあれだな、ね、うん、どうした、あ、そうだ、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、すいません、ごめんなさい、ごめんなさい、ごめんなさい、ようだ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 、ごめんなさい、すいません、ごめん、これ私いつもやるんですよ、いつもやるんですよ、わっといつコールだけ並べ、お前言い訳しとんな、言い訳しとんな、やるんですよ、結構やるんですよ、やるんですよ、やるんですよ、これ普通にさ並んでりゃさ、なんても、パプアさん残ったね、あれがめんどくさい、パプアさんを使うかどうかっていうところもあとあれなんだよね、パプアを任した、そう、しゃあないな、うん、なんで？このさ、ウォッシュとさ、
リンスとディップ、リンスとディップ、リンスあれだね、すすぐだよね。あの昔薬師丸ひろ子がなんかやってさ、チャンリンシャンかなんか前もなんか言ったかな。いやそれがなんか思い出あるんですよ。ディップひたす。パプはまあいいで、これであとあれだな、にあのショッカー軍団が残っとるもんな。うん。これ実はあれなんですよね、あの相手のリーダーの覚醒もあと残数あるんだけどね、地味に地味、まあ一応体力的にパプアさん目が行きますけどね。これ今回の何本当にキーマンっていうのパプアさんとあれかメテオか、パプアさんとメテオを置くデッキもやったんですよ。なんかテンプレっていうかオーソドックスすぎてさ、面白くないかなって。勝てないわけじゃないけど、なんか突き抜ける感じじゃないもんでさ、うん、って思ったんですよ、うん。もうあれだね、すごいすごい頑張っとるな頑張っとるな1でも別にいいよね。私らはまああれだろうね、1には飛んでいくわね。ここ悩ましいね。これをね、要は何来たな、サイト、来たな、ごめんなさい、来たな、これはごめんなさい、ごめんなさい、来たな。本当にこれよ、いや、わかりますでしょ。で、あれをね、ごめんなさい、さっきの千葉のやつの、耐えるとかありますが、65% だったかあそこら辺をね、最後の方みんな絶対ね、ごめんなさいとかありがとうございますので、使ってくると思ってね、サポートしたかったんですよ。そんで何、ズースとか、あそこら辺のやつら、なんだ、タコンナか。これね、普通に見はね、ゴールドで、そんなのね、あれなんで色変わっとんの？これなんで色変わっとんだ？どうしたの、お前。目に見えるのにか。なんで色変わったんだ？これなんかで変えたのかな？まあいいわ。うん。嘘こけお前221って、この問題そんな解いてないんだろ、多分。あんたあんまあれだもんね、単語の表裏やらんもんね。サイトとサイトね。いや、これじゃなくてあれだな、ASS とかあっちの方で多分、あっちの方でやらかしようと思う。いや、こうやって見やね、それはわからん。ということで、どういうことやねんってことで、デッキ的には、ね、どこら辺から出たんだろう。違うんです。そう。発端はこれかな。ズースで要はさっきのなんて言うだろう、耐えるとかイバスが、千葉のやつ、色違いか、水、火のやつ、名前出てこん。ちょっと待って。体力で見た方がいいね。ちょっと待って。漢字難しいやつ。こいつ。こいつとかが使ってくると思って、そこら辺をサポートできんかなーっていうことで、こんな感じでズース入れたらって思ったんですよ。さあ、こっちズースの凸弱いんですよ。5凸なんかな。向こうはこの程度が揃っとるんかな。向こうはこっち貫突しとるはずで、確か。で、タコンナも貫突しとるんかな。だから向こうの方が遊びやすいんですけど、2つでと思って、向こうだからタコンナに任せて、こっちタコンナ弱いんですよ。3か4ぐらいだったかな、確か。弱いんですよ。向こうが何、凸取るもので、こっち別にね、使ってて何、凸あげんでもいいかなと思って。素材が足りんっていうのもありますけど、こんな遊びどうかなと思ったんですけど、6ターン遅いよね。これはちょっと遅い。5で行きたいんですよね。で、向こうがあれ、タコンナメインにしたんで、こっちはズースメインにしたんか。まあ、こんなもなんかやってみたんか。耐えてどうかなってけど、っていう感じだったね。これがそんなあれだもんね。別に耐えるってわけじゃないもんね。歯がゆいね、これね。一見なんか捨て強そうなんだけど、実はメテオが乱数で打てんしさ。ね、歯がゆいんですよね。最初はみんなわからんもんでさ、そんなにどれぐらいの火力で打てるのかっていう情報っていうの、数字っていうの、そこら辺のところは分かってなかったと思うんですけど、分かってくるとあれだね、みんな朝ちゃんとかそこら辺で抜かれに来るからね、あんまりなんかそんな優位性があるんかなって、弱くはない、強いと思いますけど、なんとなくなんか他のね、これを使わない変則的なデッキで来た数、まあでもこういうのがなんかオーソドックスじゃないかなと思うんですけどね、書店に入れて、で、覚醒でコストじゃないけど稼いで、実際に火力出せますかね、素直にね。で、まあここで、まあパプアさんあれだろうな、色変とかもあるけど、でもトータルで目は使わないより使った方がいいだろうね、素直に思う。いや、もう裏は書かれる可能性はもちろんありますけど、遅延の可能性も含めてね、ありますけど、まああれかなと思って、で、これが向こうのデッキの応用編みたいなやつかな、最初こっちで考えたかな、確か。ただこれのいかんせん、私、凸が弱いもんで、これじゃあちょっと仕事にならん、7の2じゃ仕事にならん、7の5ぐらいは欲しい。
でやったんですけど、最初は良かったね、向こう。まあそれはタコンナー向こうで喋りました。向こうほとんどタコンナーばっかりボロボロの成績になってたんで、まあ面白かったですけどね。まあこれは本当にやりたかったんですよね、この中で。こっちの方がまだあれかな、ズースやらかすなら。ただ初手と2番手本当に弱いですけどね。こんなぐらいの8とか7ぐらいのコスト使ってかんともらうんですよ。これ無理やりパッパさん入れてみたんですけど、そうしたら6もね、間延びじゃないけど間に合わんかなと思って。トツが弱いのもありますけど、ただやっぱりだね、ミカ先生とかかけられると抜かれちゃうね。そこら辺がいないとというのは、全体攻撃だったらまだあれかな、誰かおるといいんですけどね。さっきみたいなあのタイルデッキじゃないけどさ、あの引き継ぐやつがおると最高なんですけど、なかなかそんな世の中うまくないということで。でこれ意外にね、ここ3動くんですよ。止まるは止まるんですよ。ただこれで勝てるかどうかというところですけど、まあ、とりあえずどこまで動くんかなと思って、ここ普通に3動くし4動くしって考えると、別になんかここなんて言うんだろう、覚醒とか入れんでも3とか他の入れてもいいんじゃないかなということでなったのがこんな感じになったんか。でこれもあれか、普通に行くとでも私多分こんな風に組んじゃう。2番手の輪島はちょっと自分好みっぽくないけど、入れるんだったらいいかな。これこっちかななんですけど、いや水使わんときはいいじゃんと思いますけど、意外に見とると結構水を使ってくるとか、突っ込んで見ても何変化してくる人結構多いし、でそれからあれですが、初手のねイベ補正が強力だもんね。ここら辺でね HP 回復サポートしてくるっていう人がおると考えると、まあ別におっても悪くないかなって。あんま私こういうの使わんんですけどね、うん、使ってみてなんか思ったら意外にあれかなと思って、悪くはないかなって。で今回あれだもんね、ヒルズとかがそんなに、なんて言うんだろう、初手が火じゃないもんね、あんま仕事できんもんね。でヒルズとかここら辺でも一応抜けるからね。いや、本当でなんですよ。一応抜けるんですよ。そんなに驚異的じゃないかなって。まあでも私好みかな、これが多分。やっていくなら、うん、蘇生入れずにね、いかにもあなたらしいというか、最後もどうせ火力でぶっこ抜けば誰か蘇生おるだろうみたいな、まあいつもの甘えたねことなんですけど、まあということでこんなんかな、こっちかこんなんかなということで、向こうちょっとあれだね、タコナで遊んでたら負け出したと思うので、ちょっとこのデッキレンタルさせたらかなと思っていることで、まあ、これでいきましょうかということで、結論はそんな感じでございます。いきましょうということで、どん12分ぐらい、16分ぐらいか、あと3戦ぐらい、30分ぐらいまで行って向こう変えていきたいかななんて思っちゃったりしたんですけど、我らがエースがおるね。あ、先生おるね。トゥルトゥルトゥルって言ってまうのかもね、トゥルトゥルってね。残数はでも本当あれだろうね。今日でも意外に盲点じゃないかなと思う。いや、ビグベンがいないもん。メテオだもんね、ビグベン使う必要ないですもんね。そこなんですよね。って思ったんですよ。うん。こっちか合わせようかだったら。どれ合わせてもいいんですかね、別に。どれか合わせんとな。乱数で打てんもんね。まあ少なくももちろん打てんですけど。歯がゆい、私こういうのあれだわ。強くてもさ、一発で打てんやつは、使うとほんと歯がゆい、なんかやっとって思う。で、2番手にあいつ、原始人置くのもやりました、確かに。うん。イベ補正があるから、風が入っても、あれ確か3000ぐらいでしょ。風が入るとその分弱くなるけど、水相手だったら等倍で戦えるから悪くないかな。ただスキルが何も役に立たんっていうの。疲変だからね。いつもの火水とかだったらまだあれか、疲変してっても、あ、残っちゃったね。そうだな、体力あるもんな。で、ここら辺はまあこんな感じかなと思ってる、完全に。うん、あれ打ってたか、じゃあこっち打っとくか。まあどれでも私はあれなんですけどね。気持ちはあれだよ、エンジンにたげりたいんですよ。残数のところ行きたいんですけどね、気持ちはね。うん。薄殺しだね。そこだけだね。回数かかるでもう覚醒おりゃなんとかならんかなって勝手に思っとんですけどね。のんべいの回数もあるしね。うん。そう、ここもまだまだまだ、あーというところだね。新潟がめんどくさいな。風に変えてくるね。うん。風に変えてきますね。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 変えてくるね。遅延もあるしね。蘇生もあるしね。見事に噛み合ったね。あ、そうだね。噛み合ったで音が切れたか。こっちも遅延じゃないけど、あれか。ちょっと音、勘弁してください。あの、問題の音を勘弁してください。ほっと、ちょっと勘弁してください。マジで、この野郎。ちょっとだね。ちょっと音出てくださいよ。出てくださいよ。あ、出たか。まあいいや、一応私もしとくわ。両方しといても損はねえだろう。
エンジンルめっちゃ仕事しとるで、これで。チューンってなってる、また音なんか。あ、またなった。これちょっとダメじゃない、マジで。パソコン買って直るんかな。なんか遅延しとる、画面も遅延しとる、これわかる。いや、だって iPad のことなんかあれだもん。なんか何これ。最新版 Mac だよ、これ。2025年の Mac だよ、これ。ちょっと。ちょっとちょっとだ、ちょっとちょっとだな。ちょっとな、ちょっと待った。今の声おかしくない？なんか。あの、昔さ、なんかあの、なんだあれ。口にさ、口からなんか息吸ってさ、喋るとさ、なんかあの、なんだろう。2オクターブぐらいなんか声が変わるやつ。へぇーってなんかなるような、そんな感じじゃないかな、これ。ちょっと待ってくださいよ。いつもじゃん、これ。いつもじゃん、これ。ちょっとだ、ちょっとちょっとだ、この風仕事しとるな。な。うん。インテリジェント、反対語。あんたみたいなやつだね。ストゥピッドだもんね、あんたね。やっと音が戻ったな。あれか、自分を認めたとか、バカだって。あ、なんか、今のティリンと、もう俺、音変だよ、これ。もうわかる、今聞いてわかった。これ、音変、なんか、早いよ、音。なんか、あ、ちょっと、これ。ちょっと、もうこれ、なんかあれだな、集中できんな。いや、負け試合なの分かるんですけど、集中できんな、そっちの方に。あれだね、あと、あれ、まあ一応ソースいっとくわ。あの風変でかかったね、あの蘇生のとこね、あそこはなんかターニングポイントだったね。あれを避けるもんです。ありがとうございますということで、ちょっと音出てください。ちょっとだな。少なくデッキじゃない方があれかな。ありがとうございますということで、あ、危険かったね。じゃあご機嫌斜めみたいなね。まあ、このまま行きましょうか、とりあえずね。うん、最後まで。うん、このまま行きますわ。時間やっとってもしょうがないしね。21分でしょ。あと2000円ぐらいか。このまま行きましょう。こちょこちょ買い取った割には、なんかあれなんだよね。めちゃくちゃ負けてくってわけじゃないしさ。そうするとなんかさ、勝つとさ、このデッキいけとるんかなと思いますがね。もう一回やりますが。勝てんがね。あ、このデッキダサいよなって。で、買えますが。勝つが。あ、このデッキいけとんかなってやりますが。で、負けますが。あ、これダサいよな。すぐ繰り返したので。ちょっと、もう音勘弁してください、マジで。音です。ちょっと、だって、デラ遅延しとるよ、この野郎。この野郎って言っちゃうわ、これ。遅延してますよ、先生。いや、完全遅延しとるって。だって、これ今 iPad の方画面来とるもん。画面止まっとるじゃん、向こう。後からめんどくさいね、その合わせるの。先生。向こう取り行ったか。おー、だったらここら辺行っとく。だからこの音変もわかるぜ、なんかこれ早いもん、なんか変だよね。チチチチチチってなんか言われたよね。ちょっと早くしてみたいな、なんか 1.2 倍速ぐらい。あんたの頭 0.7 倍。ちょっともう勘弁してください、マジで。なんなんだろうな、これ。なんなんだろう。初めて少なく打たれた。やべえな、バレたな。甘いデッキがバレたな。やべえだな。ちょっとこれ音欲しい。ゲイ。ティーンって言ってる。ティーンって言ってる。あ、覚醒が生き残ったが、奇跡が起こったね。さて、トゥースペース、歯磨き。やっと音が。でもエンジンあれだね、あいつ、なんか、うっす対策であれだね。さっきのでも風邪はあれだな、ほんとに。まあ、パパさん逃げるとこそうだな。水行くとあれだもんな。あ、でもあれか。今日は水あれか。そこまでコスト先。あ、でもおるな。末期がおるもんな。そこだよな。
あーそうそう、それ使うといいんですよマジで。ちょっとわかるわかる、これ今の声変だが、クリカルフェンフェンって言っても、これ絶対音変だって先生。こうそうそう、あのチャイナ娘最初も思ったんですよ。テンプレ駅がね、あちょっと待った、これ終わった時に出しますわ、消しちゃったけど。私のもうテンプレ駅4番手にチャイナ娘入れてさって思ったんですよ。あそこって結構泊まりやすいですが、あのヤヒココなんかのこれぐらいのコストだと。火ってほんとあれだよね、低コストになっても止まるよね、止まるっていうかユルのメンツ的にさ、ノットソーマッチャーズなんだけど、ちょっと待ってよ、これでちょ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 両方かかっとるで、あれ新潟もおるし、あっちバレだなかかっとるもんで、あいつもかかっとるで、あの何だった、クラ北間、北間さんでいい、北間さんでいい、北間さんでいい、本当は1なんだけどね、うん、一応水割れだもんで、どっち一緒でも3本持ってくもんね。あのカバウの耐えて、あれがでもまあ今回基本的に結構出てくるんかなと思ったんですよね。ちょっと音変えて、でなんていうの、あの北間さんで HP 回復して、でそれを要は何ズースとかタコンナでサポートできんかなって思ったんですよ。いやそれがきっかけなんですよ、発端としては。いや絶対みんなそれ使ってくると思うんですよ。3番手ぐらい水偏差して、で千葉のやつ色違いの赤のやつ火のやつで 65% だったか、かばってありがとうございますということで、で最後に北間さんかで 1B 回復させるっていうのがテンプレじゃないけど、ある程度出てくるかなと思ったんですけどね。火力をしていくだろうね、もう本当そうだよね。あの4番手にチャイナ娘で、5番手にミカ先生、私多分あれだよね。ただあなたあんまあれだね、ありがとうございます、やっとあれだね、私のあれだね、遅延しにくなったね。何本当なんかあのドリフみたいなさ、あのゲイとかああいう問題真面目に音出んと私困るんですって。あのあれ死活問題だよ本当に。まあとりあえず行きましょうと。あの性格的になんかあれなんですよね、あのみんな絶対あれですが、ちょっと音も勘弁して、ほんと勘弁してくださいって真面目に。これあれだもんな、でダメだなと思って背引っ込めたらダメだもんな、あかんもんな。大体もう今日なんかベテを使っていくの分かってますが、そうするとあ音戻った。ちょっともうほっと、これ何これ、こっちチューンって今なったらチューン、これ音変だよ、分かるよ、リューリューリューってなんかあれか、ホタルの光みたいだね。パチンカの閉店みたいだね。今そうなんかな。ちょっとほんとこれデラ画面遅延しとるよ。なんでこれ？なんでですか？クイックタイムプレイヤーの時だけなんかなこれ。なんなんだろう。パソコンがあれなの？あかんの？まあいいわ。まあいいわって言うのはあんた結局言うもんな。結局言うもんな。ね。でもこんだけ本当あれだよね、このメテオによって環境変わるんだよね。火だもんで、要はあれだよね、水が入ってないもんでさ、だいたいベイルの時で水が入ってビッグベンが溢れてくるっていうのがセオリーでしたかね、今まで。本日全然それがないもんで、逆にあれだろうね、当たり前だわね、火のやつ打つのにビッグベンで水のスキル使ったって無効だもんね。そうするとちょっと少なく生きるかなって、もちろん少なくで打てんすよ、打てんのですけど、打てんのですけど、うん、打てんのですけど、そこで一応有利取れる。メテオとメテオだとあれだもんね、乱数で打てるときありますもんね。80パー引いたとき確か打てたかな、上振れしとった。70、75ぐらいときついね、計算してみるとそうだよね。だああいうの使うの嫌だ。メルコとメルコとか私大嫌い、あの手のやつ、うん、なんか嫌だ。あのコストかかってもなんか朝ちゃん使った方がなんかスッキリする。まあそれが勝てるかどうかは別として、まあ、一応仕事だけはしとくわ打てるかどうかは別としてちょっとワークしとくわ、ワークしとくわ打てるかどうかな。300×2?600 ぐらい ?800 ぐらいは入る。あれってどんだけ体力あった ?2000 ぐらいあったか、どうだろう。一応打つだけ打ってみるけど、まあでもそうだよね、3番ってピオ使った方が火力出せるしね、コストに対しての。さすがにあれだったか、マノスが届か、マノスもやった、メテオ引き継いだマノスンどうかなって、どうにもなかったね、うん、禁止しなかんね、マノスン禁止しなかんね。ちょっとちょっと入っと
あのあれがあれでかいね、名前出てこん。なんだ、なんとかファンネル。うん。なんだ、傘ファンネルじゃない。アンブレラファンネルか。まあ、あれだね。日本語か英語かで一緒だね。言いたいことがね。でかいね。アンブレラ起きたね。あれかかりゃもうここあれだよね。パプアさんとかおっても全員全体攻撃持ってきますもんね。ただそれが遅延で止まったり、4番手の4が意外というかかなり動きにくいということで。うん。あ、私みたいな人はね、知識人。嘘こけ。ちょっと慣れてきたか。あれもかかってどう？何だった？旧市街地だったか？あれ？え？ 1000% ぐらい？万パーぐらい？1、10、100、1000、万、10万。すごい数字だね。数字見たかったんだけど。これで、一応そうすれば、TTTT だな。なんで TTTT なの？ちょっと待てよ。ディレイ、遅れる。あなたのあれだね。このパソコンと一緒だよ、もうこれ。ディレイばっかじゃん、これ。遅延じゃん、これ。いや、私も今答えも押しとるで、こっちは完了したんだけど、デラ遅延しとるにはちょっと音ください、マジで。これをほんとクリアしとそうなんだろう。あ、ライブ放送か。ちょ、またティーンティーンティーンなっとるわ、俺も。ふざけんなって言いたくなるけど、笑えてくるな。なんだあれ。いや、モデル、キャプテル、シーズン、もう言えんな。すごいスピードで言いやがった、この野郎。これやりたくてもできんよ、これ本当に。マジでこれ Windows 98、92ぐらいじゃないの？ Windows 85ぐらいじゃないの？その時あったんかな、Windows って。これ、イミディアって言えよ。一番でもダメなの？いや、緊急事態とかってなんかね、ほんとすぐやらなあかん時ですわ。さて、スズメ撃てるか？みんなで撃てよ。みんなで撃てば怖くないよな。怖いけどね。うん。高齢者だね。私一応しとくか。どうしたのお前。ドラ貧乏。ポイント貧乏だな、お前。うわあれ、性格悪いと思われてるだね。何あの人、ちょっと、スキル使えないんで押してらっしゃるわ。いやあの人、って、ごめんなさい、クソだけど。お前、そういうことやっとるもんで、スズメ撃てんのだぞ。私撃てると思ったんですよ。5人で行けば撃てるかなと思ったけど。ごめんなさい、ありがとうございます。すみません、ありがとうございます。ということで。まあ、楽しかったということで。なんかあれじゃないの、このデッキしだしたらなんか負けとんじゃないの。ということで一応30分なんで、まあ向こうの方へ例によって変えてきますわ。なんか音の方もね、ご機嫌斜めにみたいなね、パソコンが遅延してるんでね、あなたの頭も遅延してないということで、例によってチェンジということで。はい、ということで例によってアカウントの方変えてきまして、こちらはまあね、あまりにちょっと負けが込んできたんでね、ちょっと デッキのレンタルでもしたろうかなということで、まあ、今さっきちょっとこちらの方デッキ変えまして、現在は、こんな感じでございまして、というのもちょっとやる前にですね、向こうでも言った通り、やっぱりね、ズース、それからタコンの遊びをしたくて、なんだこれは。これは違うな。これだね。これでやっとったんですよ。これしか組めんかったんですよ。いや、タコンなんじゃなくても別にいいっていう話ありますよ。だってこれ、火260%ですが、体力4200ですが、片やこいつ、体力5600ですが、でもう、ね、回復 300% ですが、ただ6ターンっていうのが微妙にあれなんですよね。5ターンなんですよね。6ターンはちょっとあれだね。だってこんなね、前の3人か4人さ、こっちなんかさ、こんなふざけた4人でさ、4人合わせたにこれ8766 8766 27だって。メテオ26だよ。これが8766 27。メテオより1多いだけだよ。メテオ1体分ってことだもんね。なんでまあとりあえずちょっとこれでいっぱいやってみますわ。これと、これをやって、で、なんだこれ。なんだこれよ。何をやろうとしたんだお前。なんだこれ。なんで書店にこんなやつなんだ。まあ、いや、そんなこと喋ってる暇じゃないということで。で、これに戻して、まあ、とりあえず一戦ずつやって、あれに戻していきましょうかと。最初はね、結構なんか良かったんですよ。10の7とかそれぐらいやってたんですよ。あ、ちょっとタコンナの時代来たかと思ってやっとったんですよ。いや、なんか途中からなんかあれだもんね。普通に三河先生とか最後置かれたさ、パチコンで抜かれてさ、あれなんかおかしいなと思って、違うやなと思って、味方にあの引き継ぎがおるといいんですよね。あの千葉のやつ 65% だったか 65% だったか、あれを引き継いで、で北間さんか、その手のがおるとそこそこ仕事はできるんですよね。そこだけなんですよね。悪くはあれかなと思ったけど、ここら辺かなと、無理やりコスト割いて入れてみたんですけど、ズースの6ターンはやっぱ重いな。5ターンじゃないとダメだけど、
60ってよりあれだな、そうだな、60割いた前の方があれか、かすくなるところか。初手ぐらいなんか1個置けるといいんだけどね。これこういう敵のハイパイがないんですけど、あのあいつあそこら辺出てくると積むもんね。これって1500で撃てるんか、ちょっと待ってよ、これ1500でこれ撃てるんか。いや、あのあいつおもろくに行こうとしたんですよ。2300ダメだな、やっぱりダメだな、ダメだな。あれはまあ一応下げとくけど、あのヒルズ先生に先に行ってもらわなかんね、借りて。よし、おもろくんもあれ計算してみるとさ、私最近全然役に立つもの作ってなかったんですけど、ちょっと耐久遊びにしたいかなって、おもろくんようやく卒させたんですよ。あれそんなになんか耐久出さんね、5000ぐらいかなんかで抜かれるんかな、大したことないもんね。で一応ちょっと待てよ、おいっと、こういう場合マノスのオールで逆にあれだよね、本当は体力多いとこ行った方がいいよね。いやもう落ちちゃったらあかんすけど、また音が、また始まったな、本当にまた始まったな。ちょっと待ってくださいよ、本当にここら辺のとこがだからあれなんだよね、水変してきてウスで抜くっていうところは、あのエンジン類で音戻ったか、本当か。これが結構ハマるんだよね、うん、今のプリディクト笑えたんだけど、プリディクトついたね、あいつハマるんだよね、わらしちゃんハマるんだよね。火だけだであかんけどさ、4番手とか置くとさ、ピコッと止めれるんですよね。止めれたから勝てるってわけじゃないですけど、あれハマる、4の4動く、あれは。でこれで、あ、蘇生してくれてありがとうございますということで、どっちがあれだ、まあ一応こっち言っとくわ。恐怖だね、ここであなたがやってかんことは問題ミスだね。そこでスキルカウントだね。あとあれだね、遅延が出てくるってことだね。5だったらなんとか動くんですよね。やっぱ狙いはあれなんですよね、この蘇生させてもらって使うかってことだな。これみんな残数どんだけあんの、もうワンチャンあるな、ワンチャンあるだ、だったらやめとこう。ここ賭けなんですよ、これで結構やられると私多いんですよ。あ、多分蘇生出てくるだろうみたいな甘えでね。ただここはでもやっぱカードを切っときたい、置いときたいのかなって勝手に思ったんですけどね。蘇生はしてきてあれか、うん、4で多分あれの蘇生がおるってことは、5も蘇生おらんかなって勝手な甘えで想像したんですけど、コスト的にあれだよね、方位置方位置は結構やるよねって自分に聞かせたんですけど、ありがとうございます。っていうか大体さ、多分さ、自分が蘇生持ってなかったりした時にさ、するとさ、多分そこら辺のさ、今私が残数味方の確認したりありましたが、さっきとかでの人が多分さ、スキルって絶対言うよね、絶対言うと思うんですよ、うん、こういう展開を望んどったんかな、割と最初はね、ほんとこれで良かったんですよ。あ、いいかなと思って、いけるよなと思って、ただそれだけで勝て取るっていうか、負けが込んできたもんね。こっちほぼこのデッキオンリーでいっとんですよ、これかズースばっかでやるか、ズースを向こうにやらしてこっちをタコンナでやってたんですよ。もうそんな悪くないかなーって最初はね、途中からなんかズルズルとね、うん、あ、そういうことね、そういうことね、うん、一応この展開に持ち込めばいいんですよ、要はね。だってこれぐらいのコストで大体最後みんなあれですが、方位置か、というかね、ありがとうございます、先駆ということで、3形態とかになりますが、そうするとどうしてもね、体力不足、ガス欠不足になるから、体力でなんとか押しくれんかなって、ありがとうございます。ただあれだね、ミカ先生とか、信玄とか来られると、ボコってやられますよね。うん。それがこの成績に現れてきてるんでしょうね。意地で使い続けてみたんですよ、どんなものになっていくか。ちょっとね、6割ぐらいになってきたときね、なんか嫌な感じはしたんですよ。あ、これ多分、一貫してデッキ使っとって、これ勝ててないってことは多分いけてないんだろうなということで、じゃあ次は、こっちで行ってみましょうか。ちょっと待ってよ。
ズースの方で行ってみますわ。これもパプアさん置いたらさ、パプアさん置いたらさ、でまたタメ口言っとるね。なんとか間延びさせて6ターンとかがある程度安定しんかなと思ったんですけど、そこまではあれだね、6は6だね、やっぱね。思う。低コストでも6はちょっと遅いよな。遅延とか食らわんでもなんね、発動できんっていう可能性があるけど。全くミス出していって、ほんと蘇生させてもらって、さっき見た展開があるギリギリですがね。あれ、どっかになんかわらしとか、あなた、なんとか何にあんだったか。あそこら辺の遅延食らうとドボンだもんね。っていうとこなんですよね、とりあえずね。うん。買った子か。これでも文脈だけで見るとちょっとあれだよね。最後にアゲインでやるな、再びだで、あ、なんかな、そうかなと思うけど。最初見たとき思った、なんか。うん。とりあえずは、あ、でかいな、でかいなって言ったかんけど、あの相手の。でも本当にやり、初日のイメールでまさかこんな気が狂ったやつ出してくると思わんかった、マジで。思った、こんな思わんかった。うん。こんな強いやつですよ。だって、コスト20いくつでしょう。だってこれ、イベ補正かからなくても3000の4000で普通にあれだよね。ミカ先生とか、新潟さんぐらいの捨てあるってこと。逆に火の方がこれ使いやすいんじゃないですか。秘密とか結構またこれ環境変わるでしょうね。変わるよね、これ絶対。これだとどうだ、ちょっと計算してないとあかんけど、新潟さんとか有利取れんか、確定いけるんかな、どっちなんだろう。ちょっとそこまであれだけど、偏見だね。あんた偏見だらけだもんね。こんなやつが本当出してくると思わなかった。なんか絵面見たとき大体さ、わかりましたよ。左か右のやつがさ、石マンガリソ先輩か、ね、原始人みたいなやつ。まあみんな原始人みたいですけど、右におるやつか。どっちかがなんか悶絶で、どっちかが ZR で、真ん中あたりがなんかザコシュみたいな、いつも私の言葉ですけど、じゃないかなと思ってたんですけど。うん、いやこれ絶対ミントね。大体順番的に言うとどう見たってマノスンが前の方に おるからね。パプアさんとかバルバーが2番手3番手でまずおかしいから。デンマーク、あ、そうか、あれがかかっててがっつりしてたんだ。でかかったなあれな。でもやっぱりあれだね、パプアさん80だとか 85% だとか 85% ぐらいの耐久はでかいよね、これね。その色限定でもやっぱり数は数よね。ただ体力は1000とかじゃちょっと辛いね、耐え方がね。2000、3000ぐらい欲しいね。それぐらいあると割とあれだね、 85% の仕事ができるかな。パプアさんほんとめんどくさいもんね、これね。ここをどう抜けてくるんですもんね。で、タタールが来て、ちょっと待てよ。まあ一応いいよ、順番でいくわ。トレッドタイヤ、トレッド。このさ、トレッドともう一個ありますが、あ、何だったかな、スペル似とるやつ。いや、わかるでしょ。スペルが似とるから。あ、そうか。ごめんなさい。ヒルズが言っとるで、私らあれだね。他のとこ行っといたらよかったね。気持ちはあそこなんだけどね。うん。でも、真面目に本当にこの火の穴に中コストぐらいまで、覚醒でなんか突き抜けてけるようになって、これで蘇生いますね。ありがとうございます。うん。とりあえずは。あそこで問題は他の奴らが蘇生出てくるかどうかだね。これ結構ギャンブルですよね。ここで使った方がいいんじゃねえかって多分思う人も、私もね、若干のそこら辺とか思ってますよ。バウアーが一応あれだからね、スキルカウント2だからまだあれだけどね、あれが1とかだったらね、ねっていうとこありますよね。これが本当に6ターンの使いにくさというかな。ここが逆にあいつ囲んだと割と余裕があるんですけどね。全体、ちょっと待って、あとどんだけあるんだ。ワンチャンあるな、多分。ワンチャンあるな。ワンチャンあるな。やめとくわ。全体かかっとるし。いいよ、じゃあ押しとくわ。
あ、おせんかったごめんなさい。向こうもタコになるでしょ。ここであれか。タコになるかどっちみちあれだもんな。最後のゴールだな。これも嫌い。最近すごいハマっとる。これ両方出る。両方この問題めっちゃ入っとる。いや、わかるでしょ。スペルが似とるからなんですよ。とりあえずこれでなんとかあるか。一応はなんとか良かったな。タコンナだもんな。これでもほんとに遅延がなしとか動物とかで今でもさ、スキルでもさ、うまくない使わんかった時に遅延がかからんかったり、相手におらんかったりとかさ、蘇生が出てこんかったりとか、さっきのところで結構ハマって、だってこの展開ですよ。ありがとうございますということで、一見なんかね、いいじゃんみたいに思えるけど、そんなことないですよね。だって成績が物語ってますもん。だってほぼこれで、ありがとうございますが、先駆ということで、一貫して使ってたデッキがこの成績ですよ。今まあこうやって18の10か、6割ぐらいになったとこだけど、実際そこまで負けてたってことですね。だって7割ぐらいとかあったりした瞬間があったから、やっぱ安定してないんだろうね、多分思う。初手の弱さでしょうね。だからちょっと待ってくださいね。時間48分ちょこっとあるでしょ。これをさ、初手とかに何メテオとか入れて、でズースだと入れれますが、コスト的にこれだと、だからこれを入れていくぐらいの方がまだ多分いいんだろうね。向こうそんな感じでやったんですよ。メテオ入れてズース入れてってやったんですけど、ただそこまでまあ安定するわけじゃないかなっていうところで、まあ、結局負けてきたんで、まあ、とりあえずこのデッキ一応右のスクショに貼ってある通り、これで、まあ、あと2000ぐらいからいきましょうということで、慣れんことやるとなかなか歯がゆいんですけどね、守備一貫して使ってきたんですけどね。なんか恐ろしい、あれだね、名前の人がおるね恐ろしいな、なんか私もあれだな入れられるなまあでもこんな感じのデッキとかあれかな、私的にはなんかって思うんですけどね、だこいつ本当に最初にも言った通り、あれと一緒でさ、メルコと一緒で打てんで歯がゆい、あれはあそこだ、クマノタンがいけるもんな多分。これは完全にあれだね、メテオのあれだな。これさ、コオロギもさ、いや、言いたいことわかるでしょう。コオロギとさ、カブトムシどう違うの？いや、お前、コオロギに怒られるぞ。カブトムシにも怒られるぞ。ちっちゃい頃いっぱいカブトムシ取ったでしょ。私取ったんですよ、いっぱい。カブトムシ、すごい触れ合ってきたからわかるんですよ。何が違うの？いや、お前、本当にあれだね。虫とか昆虫とかあれだ、動物とか本当に敵に回しとるな、お前。だって4本足のやつ全部うまかって言っとるもんね、お前。なんか物理学者じゃないけど、そういう人たちおったら本当前あれだろうね。はちびかれるぞ、お前。いや、本当そう見えるんですよ、全部。全部馬でいいと思って。あ、お前あれだね。敵に回しとるね、お前動物。あよこあよ。これで、ショッカー軍団のお出ましだね。まあ一応こっちとか。気持ちはあれですよ。気持ちはあれだよ。ジョンだよ。ジョンターゲットんですよ。ジョンはでもあれだよね。ノンベイが言っとるで。でかいね。ヒゲンでかいね。そういうことができるか。今回のエンジン類で。でかいね、この仕事ね。あれだね。末期の罠を抜けたのでかいよね。問題はあとパプアの罠だね。パプアの罠だね。なんか水変質おかしなことやろうとしてるのね、あれね。アンブレラでかいな、あれな、マジで。全体攻撃ここは持ってかれるもんな。水が入っとってもあれだな、あかんよな、あれ。マッキョって長いよな、火力あるよな。
それで一応三河先生打っといて、うん、まあ一応押しとくわ。蘇生やってから押してがいいってなりますけど、3ターンあれでは出ない。そう、わらし本当あれなんですよね。4番手の4ハマるんですよ、あそこ。4番手の4があれだもんね、動くってことは自分の4も動くってことだもんね。まあもちろんそう、遅延食らう可能性もありますけど、コスト的にあれしか入れれんってなりますけどね、遅延入れようとするとどうしても、咲いていくとね、うん。回復するで一番あれか、あれが、あ、でもあれか、アンブレラの方が高くなるか、あ、じゃあまさかが高くなるのか。ありがとうございますので。私、やっぱこっちのデッキのはなんかあれかな。メテオがちょっとあの、使い勝手がね、一発打てんとかが歯がゆい。うん、それがね、ありがとうございますということで。なんかね、まあ、負けてきたんで変えたんですけどね。勝てやずっとあれでいこうかなと思ったけど、タコンナでいこうかなと思ったけど、さすがになんかあれだもんね。まあ、ほっとあれですよね。同じ人間が雇ってさ、今日だって問題ミス、向こうと合わせてね、2問か3問ぐらいじゃなかったな。さっき向こうで2問ぐらい落下しましたでしょ。確か向こうで1問、この、あれか、動画来る前にスクショ撮ったやつだったかな。あ、意外に少ないかなと思って、そうだな。単語の表裏は若手取るだろうな、お前。その割にあれだ、忍者スプレーはとりあえず行きましょうと、53分。あと2000ぐらいいけんかな。どうでしょう。ちょっと音良くなってきたわ。これ iPad はダメなの？ iPhone ならいいの？そういう問題じゃないんかな。なんなんだろう、これ原因。マジで。マジで。昨日だったかな、ドラクエの動画の時もなんかなったんですよ。ついにこっちにも来たかと思って、向こう校門でもアンパイでおったんですよ。絶対こっちは並んでいいよなと思って、英語物語のなんかあれかなぁ、互換性かなとかなんか勝手にね、いや、原因がわからんもんで。パソコンかな、買うかな、買った方があれかな。なんで声小さくなったの。いや、買うのはいいんですけど、買ってさ、いや、そんなおらんかったらさ、もう一台パソコンあるで他のでやってみようかな。でもあれ古いで遅いでな。まあ一応言っとくわ。乱数し、あ、70% はダメだね。100欲しいね。合計だけどダメだもんね。これが何パーセント欲しいよな。まあでも一発で打てない打てんで、そういう風にした方がゲーム性というとこありますよね。打てるなら打てるで、またあれだもんね。これ戦略の要素とか、そのスキルターンのあれとか違ってくるもんね。ここら辺の新規のいるとかってどこまであれなんだろうね。その実装じゃないけど考えてというか、スキルのさ、パーセントとかターンとかってやっとんかなーなんて思っとんすけど、勝手に。うん。うん。思っとんすけど。どんなんかなーと思って。結構シビアな調整しとんのか、アバウトにザッていっちゃっとんのか。今回そうだよね。実はあれだよね。石井マンガリソ先輩か。とかの影に隠れて、これメテオ、性能高いよね、素直に火だもんで。イベ補正ハゲてるなんて使える性能ですよね。4600の3200って、だってこれ、26だったら新潟とほとんどコスト変わらんすかね。あのイベ新潟の方。うん。そう考えるとね、うん。ミッシングとミステイクもなんかあれだね。いや、ミスが似てますが、MIS が。ただそんだけですよ。これでもなんかあれだな、止まるな、ほんとな。あの、私はあれだね。殺すには簡単だね。似たスペル出すだけだね。騙すには簡単だね。オレオレ詐欺ならぬ、スペルスペル詐欺だね。スペルスペルって言えてないじゃん。地味にあれだね。こいつ、ちょっと待った。北間さん、そうなんだよね。あってさ、火力ないからさ、こうやって私さ、向こうたげろうかなと思ったけどさ、宇和島なら撃てるかなと思って、ちょっとひよって向こう行っちゃうんだけど、ほんとあれだよね。あいつ撃っとかなあかんだよね。あの、あれがね、覚醒とかかかると何バチコーンっていけるんだけど。ちょっとめんどくさいな、これ。これちょっといかんな。ここで火変えるもんな。水変えるよな、多分。どっちだろう。水変えるよな、絶対あれだとな。水変えてから次あれだな、コンドアーズと覚醒で火力アップして、そうだよな、そうするよね、絶対。届いてないもんな、あれが。で、今度あれでしょ、火力アップしてくるでしょ。
こら辺もあれだね、スペルにとるで嫌いだもんね。北間さんがちょっとあれだな、めんどくさいな。ここはまあ友だれにあれだね、友だれにあれだ、なんか言えてないね、口が回らなくなったんでいつも回ってないもんね。なんか似たようなやつばっか出てきとるな、なんかこれなんだこれ、うん、んこれもさ、アスリートとさ、アスレティックとさ、これも私嫌い。いや、わかるでしょ。スペル見たらもう全部そうだろ。ほぼほぼあんたあれだよね。そう、なに関係代名詞とさ、不完全文の完全文とかさ、その過去とかさ、そういうとかじゃなくてさ、スペルだもんね。ほぼほぼそうだね。似たやつばっか出てくるな、これほんとな。でも、スタイル返してくるんだろう。ていうかこれ、あのさ、この動画入る前に他の対戦でも思ったんですけど、3番手になんかめっちゃ強気なの置いてる人結構多いんですよ。これでもそうですが、今の貫徹だったか、あれ残り残数3だで3番手置いとるんだよね。でそれがマイナス2で動くんだもんね。いや言葉が出んっていうかさ、使わん、あ、そうか、向こうが使ったでか。こういう場合でもあれだね、倒れるんだったら、あ、そうか、残る可能性があったら次使おうってことか。あなたの考えの浅はかだったね。ちょっとあの、関節、これ3だよ、これ。次あと2体何出てくるのこれ。それが動くんだもんな。3番って、あ、5ターンだよね、関節って。いや、今考えたけど。いや、動いとるもんね。楽勝で動かされてるもんね、これ。めっちゃ仕事されてるじゃん、これ。ほんで次どう来るの。で、あ、ブラジルマンが来て、で、最後蘇生かなんかってこと。あれ、3番手置くんだね。まあ一応ターゲットっけど、気持ちはね。あれ、3番手なんだな。3で5があれか。今回だっかな。いや、今日でも結構そういうケース見とるんですよ。3番手とかになんかほんとすごいなんて、ありえんタンスのって、それがなんか動いとるもんで、あ、そのデッキ機能するんかななんて思っちゃったりしとるんですよ。うん。まあ一応気持ちは言っとくわ。もうノットが来たらあれだね。あの、一応あれだね。スズメ先生が言ってから私、行こうかなと思ってさ。先に行っちゃうとさ、わかるでしょう。いや、気持ちはブラジルマンの残数で。なんだけど、先に打っちゃうと、ね、火力的にさ、全然出せんもんよ。うん。これでまあ一応タゲした振りしといて、それでまあ一応あの、押しとくわ。これさ、3番手に関節でしたが、で次ブラジルマンでしたが、で最後のあなたあのグラサンやろう。あれコスト的にありがとうございます。ステンクスで蘇生とか入れれたよね。18ぐらいだと蘇生入れる、それだとめちゃくちゃ手強かったんじゃないの。いやマジで、いやもちろんその最後多分ありがとうございます。ステンクスで火力で押そうという多分あのねデッキ作成者さんの考えだと思うんですけど、3貫徹か。そうか、世の中にあれで魔物がある。あ、ちょっと待って、もう一回、あれもう一回、しまった、時間忘れてたということで、まあこんな感じで勘弁してやろうかということで来まして、こっちの方がいいんかね。いや、わかりますけどさ、え、なんで、ちょっと待って、だってデッキこっちこんだけぐらいしか考えてないですよ。これ何をやろうとしたの、これなんなの、これショテリ、なんでユキちゃんがおるの、これ何をしようとしたの、これこれいつの日なの、これ読めんな、なんかこれやろうとしとることが私にはこれよくわからん、なんか多分デッキ考えたと思うんですけど、ということでこんな感じでまあやったんですけどね。ずっとこれは本当どうなの、十何戦とか使ってきとる。で、なんか負けが込んできたので怪しくなったので変えたんですかね。たこんなマジででも仕事できると思うんだけど、こういう風に使ってみて、前回も確か高コストの時にタコーナー入れてみたんですけど、
時期が早いのは絶対あると思うんですよ。なんていうの、みんなの凸が間に合ってないから、ゆるがりの進行状況がもうちょい進んでて、みんなの手に渡ってある程度5凸とか4凸とか、割とまあ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 、課金しんくてもラッキーパンチいうか宝箱の偏りかで手に入るぐらいになると仕事できるかなと思う。今はちょっと早いかなと思ってる、ここら辺のやつら、あの文服とかでもそうだけど、無難になんか高コストでもあれかな、幅木とか入れた方がなんかあれかなと思う、うん、これでも何四端蘇生とかまだ分布か、それか風のあれか、火力あるやつ、お酒飲みさん、私がお酒飲みって言ってるやつかな、ちょっとあれかな、あんまりなんかこの何エヴァンジェタイプってなんか私使ってないで使い慣れんのですよね。この条件ででもこれ無理やりコスト割いてそこまで結果出せんかったらちょっとあれかなと思う。こっちの方が回復量多いけど6ターンだもんね、6ターンがあれなんです。何さっきの2000かなんかたまたまああいう風にはまった風にね、出ましたけど、試合結果内容的には。でもやっぱこの試合ね、成績が物語ったんですよ。だってこれ最初、どんなもんからスタートしてたのかな。こっちの確か向こうより勝率良かったんですよ。で途中からなんか負けてたってことは、あれだもんね、デッキが機能してないといけてないってことだもんね。まあでも面白かったです。でも明日もまたなんか適当になんかいろんな遊び考えてみますよ。まあでもやっぱそうだね。火はちょっと待った。はい、ちょっと待ってください。ね、ちょっと待ってください。これコピーして、ここら辺はこんなわけのわからん、なんか変なデッキ考えやがって、お前は。仮に打っていくと、デッキ的なテンプレっていうのが、ちょっと待ってくださいね。ここが大体イベ補正のゆるぐらいかなと思うんですよね。あのコスト無視で、とりあえず火の低コストぐらいの考え方みたいな、私的なね。ほんで、3を、あれ短縮ったよね。あの、チャイナ。あの、ビールチャイナ。どこ行った？ビールチャイナ。か、あの、覚醒デーム行ってもコスト的に。こんな感じじゃないかなと思うんですよね。大体が何初手と2番手を何効果力と、まあ、ここら辺はあれだね、その時の状況によって HP 回復入れたりとか、宇和島とか相手の初手がね、水の何コスト、イベ補正あるやつだったらヒルズ入れるとかっていうのはあると思うんですけど、大体イベ補正の何こうやって総攻守じゃなくと火力と体力あるやつを埋めてって、でここら辺で覚醒とかで、ここあれだね、短縮か、それからかパプアさんよりかな、短縮か覚醒でいいと思う。で、最後、ミカ先生か、それかさっきの、HP で見た方がいいか。あ、コストで見た方がいいか。60だったね。これ。タコの中、ここら辺が。こんな感じになるんかなと思ったんですかね。テンプレ的なあの考え方というのかな。火のコストで言うと。これでもあれですもんね。今だと、ちょっと待ってくださいね。コスト87か。これぴったりハマっちゃいましたけど。でやっとってもこれが確かコスト無制限になって、考え方は基本一緒ですもんね。ここは何コスト的に短縮入れただけで基本あれだもんね、遅延になっちゃいますもんね。でここ最後あれだもんね、まあ幅切で耐えるかってことはね、今のはパプアさん環境だからこうやって美香先生言いましたけどね、考え方的にこうじゃないかなと思う。ある程度2番手もそうだもんね、エトナさんじゃないけど総攻守の高体力っていうのを入れてて、初手はそうだもんね、完全火力で出せるやつだね。まあ今回はメテオ入れちゃいましたけど、コスト的なところで蹴るなら本当あれだね、朝ちゃんとかちゃんと抜けるやつだね、じゃないかなと思う、低コスト的に見ても。さあそこの枠へ、ここへ何体力回復が来ても結構あれかなと思ったんですよね。美香先生とちょっとあれだよね、バッティングしてコスト的に不利があるっていうのありますよね。こっち20で向こう60で似たような仕事しやがるから、60の使っとるからって有利が取れるような仕事できるわけじゃないからね。もうちょい120とか150とかぐらいか、スズメとかが溢れてくると割とあれかな。あ、だからそのあれか、コスト帯によってか、だったらお前のデッキがいけてないってことが、まあ、そんな感じでございますということで、明日はあれだね、お水さんだね。ちょっと最後に何をやろうとしたのこれ、またちょっとまあいいわ、明日お水さんでしょう。ちょっとせっかくなんで最後にちょっと待った、トッツ間に合っとったよね。あ、間に合っとんね。一トツ足りんがこれ、ちょっとまあ育ててないがこれ、ちょっと待った、育ててないあなた、これちょっと待った、どんなもん、ちょっとあと一つあげとくわ、これあと一つでしょう、ちょっと待てよ、とりあえずどんなもん、
もう一個使っときゃいいわ。これ確かあれだね、あげてよかったよね。あ、いいや、待っとってこない。こうしといて、とりあえずこれ7凸だと思ってください。あと1凸あげとくわ。これ絶対こうだよね。そしたらもう教祖様使えんよね、これマジで。ちょっとこれ放流にしといて。そうするとここあれだよね、強気の三日先生とかイカ蘇生とかが出てこれんくなりますよね。だってここでそれかあれかな、80発吸われても風変してくるかな、強気に。だったらもうこれ王道になっちゃうよね。ていうかこれ思ったんですけど、ちょっと待ってくださいよ。ここさ、要は風入っときゃ何、あいつあいつみかんが来ても別にあれですかね、全体攻撃もらえるからいいかなと。逆にこっちでもいいかなと思うんですよね。いや風もらえれば凸が弱いだかんすけどね、さすがに。これはアヌンナキまで入るかな、アヌンナキまで入るかな。ちょっと待ってくださいよ。アヌン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 200いくつだったんだろう明日って。入らんね、アヌンナキまできついか。だったらもうあれだよね、今前ここに何小町とか入れたね、ちょっと早め前倒しできたら多分機能しんどしよね。こんなんとかも意外にあれかな。私思っとんのがね、ここに京子先生入れてって思ったんですけど、明日もこれが俺でダメだわ。そういう甘えたデッキ多分できんと思う。前倒し しにくいと思う。セオリー通り2ターン3ターンで多分いかなかんのじゃないかな。ということで、これでじゃあ初手があれか。まあ適当に組んどっか。朝ちゃんじゃあダメ、打てんで。あ、これにしよっか。これならいいだろう。打てるで。打てるのな、うん、あれも打てるで大丈夫だ。メルク打てるで大丈夫だ。これでいいわ。こんなんでいいんじゃないですよ、多分。アヌンナキ入れるならこっちかな。逆にちょっと待ってくださいね。アヌンナキ入れるならこっちで。これなんかもう変なもん作ったんだ、お前。逆にあれだね。あれ。なんだこれ。ちょっと待って。入手順じゃない。水にしてください。ちょっと待って、ちょっと待って。やっとこバージョン。あれ、ちょっと待って、ちょっと待って。デッキ。やっとこバージョン。やっとこバージョンにすると、みかんがだから多分3しか使えんだろうね。ここに多分入れにくいんじゃないかなと思うんですけどね。これ溢れるでしょ、多分コスト的に。そしたら次もなんか風かなんかで繋ぎたい。だったらもうあれか、無難に5素水でも入れとくか。5素水。こんな感じ？こんなもんかな？って思っとんすけど。これめんどくさいね、マジでね。うん、あと一つだけ上げて、うん、仕事できるようにさせておきます。ということで、そんな感じでございますということで。まあ、面白かったね、いろいろね。明日もなんかちょっとまたなんかネタ見続けてきてなんかやります。勝ち負け勝率問わずに。やっぱ面白いわ、これ。時間足りん。まだまだやってたいの。いや、早く寝た方がいいよ、もうあんた。そんなことばっかりやってたで。ここにやることあるんじゃない？何もないですよ。暇だもんだって。だよな、そう思うわ。ということで、まあ、そんな感じでございましたけど、明日もまあなんか適当にね、なんかいろいろネタでもないけどね、見つけてきてなんかね、こちょこちょと遊んでみるでございますということで。はい、ということで、そんな感じで終わり。